前田真希さん、すいません。お願いします。今お時間大丈夫ですか？大丈夫です。テンション高い。前田さんのマネージャーさんってどんな方ですか？はい、僕にとって支えですね、やっぱり。感謝してることとかってありますかね？はい、なんか僕が集合場所ちょっと間違えちゃって、電車でバーって向かってて、したら改札で待っててくださったんですよ。それで僕は結構不安がなくなったんですよね。よし行くよみたいな感じで、なんか一緒に全速力で現場に向かうこのチーム、何これってなって、その時やっぱりその現場にいてもいいし、別に走る必要性もないし、それで結果的に現場がめちゃめちゃうまくいったんですよ。マネージャーさんって確かに表には出ないじゃないですか、はい、だけど完全に僕の一部として宿っていて、マネージャーさんごとにやっぱ僕自身も変わっていってるんですよね、その性格が。だからそれぐらい近い関係値なんですよ。